そしたらいろんな人に言われるんですよ、うん、まあ、後輩からはおごってくれとか、まあ今に始まったことじゃないですか、ね、で友達からちょっとお金貸してくれないかとか、ああそう、うん、急にお母さんから電話があってね、そろそろ実家をリフォームしたいんだみたいなこと言われる、話大きくなりました。ただザ・漫才で優勝しても賞金とかもらえないですよね。そうなんです、ね、あの皆さんご存知の通り、優勝してもらえるものはどん兵衛10年分ですから、はい、どん兵衛でね、なかなかリフォームはできません。いや、まあちょっと雨風でしのげないと思いますね、はい、だからね、お金がないのにお金があると思われて来られるのがちょっと辛いですよね、はい、お金がないんですか、まあ、お金がないというかお金は足りませんよ。お金が足らない、足らないですよ。あなた、はい、楽天カード持ってますか。急にない、急にどうした。今なら年間に無料5000ポイントプレゼント。今スマホかパソコンで簡単に入会できるんです。ね、持ってません。持ってむむむむじゃないの。急に得意なモノマネやめなさいよ。っていうか坊主頭にやってるから、前ほどあんまり似てもないですよ。クーですよ、それは本当に。ちょっと髪の毛とレパートリーを失いつつありますよね。あなたはね、モノマネのレパートリー多分ですね、少ないんで。そうなん、もう一つの方も確認しておこうかな。このモノマネはどうでしょうか、はい、児玉清さん。アタック25司会の児玉清です、うん、大丈夫かな。問題です、はい、楽天カード持ってますか。いつまでいいよ。持ってません。結構。結構って何。どういうことなんですか。大丈夫ですよ、これ。このものまだ大丈夫です、ね、何よりでございますな。でもね、本当にね、まあ、チャンピオンで賞をいただいたんでね、はい、これからも皆さんの見る目も変わりますから、まあ、進化を問われますからね。ですよね。だからさ、はい、なんかいろんなことに挑戦するべきだと思うんですけど、あ、いいじゃないですか。なんか頭野さん挑戦したいことあります。私ですね、はい、YouTuber になった、うん、ダメ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 、それザ・漫才でやったネタですよ。下の根も乾かぬうちにとはこのことですよ。好評だと聞いたんで。いや、かもしれんけど、はい、もうこのネタそれこそ YouTube にいっぱい上がってるか ら, 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 らもうみんな見てるから YouTuber 以外でお願いします。あ、そうですか、はい、私、うん、ゆるキャラになりたい。はい、ゆるキャラ、うん、何なん。いや、テレビ見てたら全国各地にゆるキャラがいて、うんうん、なんだったらお笑い芸人さんよりもなんか人気があるって聞いたんですよ。人気あるし、はい、お金もなんか儲かるみたいな話聞いたことある。そうでしょ。ゆるキャラになるの、はい、え、何になるの。私はやっぱりハナッシーになりますね。私なんで、はい、それフナッシーみたいなもんだと思って考えて、まあ差し支えないですよ。はい、フナッシーはね、千葉県船橋の非公認キャラクターですよ。フナッシーは、まあ、福岡市の公認中の公認でございます。公認、まあ、市役所とはズブズブの関係でございます。ズブッシーと呼んでいただいても差し支えない。使える使える使える。まだハナッシーが浸透してないから、はい、あ、そうです。俺急にズブッシーなんか呼べない。なるほどなるほど。え、なんだ、フナッシーはね、梨の妖精ですよ。ハナッシーは個人事業主です。まあ青色申告の妖精とでも申し訳ない。確定申告行きますから、はい、フナッシーはね、特技がジャンプと か, なんかダンスとかあります。なるほど。ハナッシーは特技は、まあ見積もりと入札ですね。はい、なんやろね、フナッシーのね、決めているからナシールブッシャーよ。あ、そう。フナッシーは公共事業受注バンジャーイ。ダメ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 。ジャーイ。ダメダメ。子供意味がわからんし。あ、そう。親は眉潜めるよ、それ。なんで。フナッシーはやめといた方がいいと思うよ。あ、そう。うん、じゃあ、花もんかな。花もん、花もん。それはクマモンみたいなもんだと思っていい。差し支えないですよ。クマモンはね、熊本県の PR キャラクターですよ。花もんはやっぱ福岡県ですか。いやいやいや。何？あの居酒屋チェーンの花の舞のマスコットキャラクター。花の舞の、はい、え、それはみんな向こう知ってんの。いや、非公認です。そこ非公認。ぜひお願いします。花の舞迷惑しない。いずれです、いずれ言おうと思って、はい、大丈夫大丈夫です。熊門は可愛いですよね、うん、赤いほっぺが特徴ですけど、はい、花門は、花門は素顔です、うん、基本は基本素顔。ただ花の頭がちょっと赤いです。それただの酔っ払いじゃない。大丈夫。かわいいっす。かわいい、はい、ちゃんと活動できる。いや、それはもうお客さんのテーブル回ってね、やっぱりいろいろこう、やっぱアイスを振りまいたりする。なるほど。じゃあちょっとそのシーンだけ見せてください。あ、そうですか、はい、やだもだ。あ、花もんか。いや、いらっしゃいますか。え、何がですか。え、ちょっと、あ、お客さんの言う通り、うん、これは芋じゃなくて麦ですば。意味がわからん。ありがとうございました。もう来る頃だなと。やーい、あ、すいません。あー、どうも。はい、いや、東京のラジオで福岡の PR させていただくのに遅刻してすいません。観光協会の岡崎さんですか。はい、ディレクターの吉岡でございます。どうぞよろしく。あ、時間通り大丈夫ですよ。なんだですか、集合3時でしょ。はい、3時2分です。たった2分ですから気にしないでくださいよ。たった2分。はい、お言葉ですが、2分もあれば協定やったら決まります。前協定、モタモトレースでした。いや、ちょっと僕あんまりやらない。あ、知らんですか。これ1マークがありますもんね。これ2マークがありまして、これは3周するレースでございましてですね、はい、まあ分かりやすいだ、昨日の12レース、はい、1号艇松井、2号艇服部恭雄、1人でしょ、鉄板でしょ、お前、はい、何が来たと思いますか。はい、64。焼酎とお湯の割合じゃないとですわ。岡崎さん、岡崎さん、モーターボートのキャンペーンじゃないですね。キャンペーンじゃないですけど。
県のキャンペーンなんで一旦ちょっとこれ忘れていただいていいですかね。ごめんなさい、昨日の今日で私引きずっておりましたね。すいません、ちょっとお座りいただいていいですか。これ投げ取りましたからね。中身の方なんですけども、だいぶ話いってますかね。消えにくい、ごめんなさい。大丈夫です、大丈夫です。後でちゃんと消します。福岡の PR をここでさせていただけるということです。つまらないもんで。いやいや、もうそんなことなさらずに。このままちょっと引き取ってください。すいません、じゃあ遠慮なくいただきます。ずっしり重いじゃないですか。重さがもうあります。明太子ですかね。みんなで分けるとこれ取り合いになっちゃうな。これ明太子じゃなくてすみません。いやいいんです、いいんです、いいんです。私が先出しただけで、すみません。いただきます。じゃあいいですか、すみません。ちょっと意味が分からない。いやいや、もう天下取ってます。はい、これ天下取る道具です。いやそれ取った後に飾るものとは分かりませんが、まあまあ、じゃあちょっと飾らせていただきます。いやいや、風格が出ます。さすがの打ち合わせでやらせていただいていいですか。話いってると思いますけど、はい、今回の登場してるコーナーなんですが、はい、PR タイムジャスト30ということで、はい、30分以内にちょっと博多の PR をバッとやっていただくんですけども、はい、大丈夫ですかね。聞いております、頑張ります。じゃあちょっと一回やってみましょうかね。じゃあ僕30秒、はい、時間か飾りますんで。分かりました。じゃあいきますよ、はい、PR タイムジャスト30、よーいスタート。いろはの水炊き、川太郎のイカ刺し、フグ大将一松のてっちり、山中のもつ鍋、ウエストのうどん、はい、稲葉うどん、からのうろん、いや巻のうどん、はい、スケさんうどん、岡崎さん、スケさんうどん、ストップです、ストップです、ストップです。今のは何ですかね。私がおすすめする博多の名店の数々。もう外れなしでございます。そんな店名だけ出されてもリスナーピンときませんし。あ、そうですか。なんかやけに後半うどんが固まって出てきたような感じありますけど、博多はラーメンラーメンと言われますが、うどんも美味しいんですね。ああ、そうなんですか。じゃあ例えばそのうどんの美味しさを30秒でまとめてワッとなんか PR とか。いや、そら急にそんなこと言われても私は久米宏じゃないとか。本番直前の久米宏じゃないとか。ちょっとその基準がよくわからないんでね、ちょっとリアクションできなかったですけど。じゃあどうでしょう、はい、僕簡単な原稿を試しに書いてますんで、僕が軽く読んでみますね。わかりました。聞きますね、はい、ラーメンがある県博多隊ということで、博多にもうどんも美味しいんですけど、はいはい、伺いました、はい、伺いましたけども、今回ちょっと泣いていただいて、いやでもそうやったら聞いてるうどん屋さんがやっぱショックを受けると思うんですよね。また東京の人がラーメンでいいよって、うどんのが美味しいのねって、東京の人集めた、東京砂漠、東京寺院、そら椎名林檎って、もうなくなりますもんね、話がね。じゃあどうでしょう、はい、ラーメンもある県博多隊みたいな言い方は、それが角が立たないですね。ですね、はい、トンチの聞いとですね、あんた。別に一休さんとお呼びしてもよい。私吉岡です。大丈夫です。いやいや、続けますね、はい、博多隊ということで、博多には美味しいものがたくさんありますが、うん、まず紹介したいのは海の幸、うん、どれも美味しすぎてお父さんは焼酎が止まりませんよ。他にも水炊き、もつ鍋、その焼酎が止まらない海の幸というのはどんな魚ですかね。別にそれは何でもいいんじゃないですか。いやいや、何でもいいっていうことはないと思うんですよね。もう例えばそうですね、まあ、福岡で有名なサバ、はい、サバにやっぱり焼酎ありますか。ありますね、はい、ですね、はい、でもこれからのフグはどうですか。いや、フグも別に合うんじゃないですかね。ヒレ酒があるでしょ。やっぱそこは日本酒でしょ。はい、やっぱ日本酒と焼酎のこれちゃんぽんはね、ちゃんぽんと親の意見は後から来ますから、僕はくんと。そうですか。私はもう先生の考えを考えてる。岡崎さん、分かりました、はい、じゃあ焼酎じゃなくて、お父さんお酒が止まりませんみたいな感じでいきましょうか。はいはいはい、とんちの聞いたです。私は今日からお嬢さんと呼ばせて。急激な出世ですから、やめてください。いきますよ、はい、他にも水炊き、もつ鍋、焼き鳥、鉄鍋、餃子など、はい、どれを食べても間違いない、はいはいはい、皆さんぜひ博多にお越しくださいみたいな感じで、これ30秒いけると思うんですよ、はいはい、ちょっともう本番も近いんで、はいはい、本番のテンションでやってみましょうか、ね、はい、じゃあいきますよ、はい、PR タイムです、よーいスタート。ラーメンもあるけん博多隊ということで、博多には美味しいものがたくさんありますが、はい、まず紹介したいのは海の幸。どれも美味しすぎてお父さんお酒が止まりませんよ、はいはい、他にも水炊き、もつ鍋、焼き鳥、鉄鍋、餃子など、どれを食べても間違いなし、はい、皆さんぜひ博多にお越しください。なお我がホークス国母キャプテンが伸ばすのはなしだな。延長はなしですよ。本日のメニューはこちら、博多華丸大吉屋おもてなし、これが噂の福岡芸人版、さあ我が、
吉本クリエイティブエージェンシーです、はいはい、大阪東京はもちろんのこと、はい、全国にございまして、はい、札幌名古屋そして福岡と、はい、で、この福岡ですね今これかなり注目で、はい、というのも、はい、続々と、東京にね福岡芸人さんが上陸してるんですよ、うん、なるほど、はい、花丸大吉が成功したから余計にその続けとそうなんですね。そこでですねそんな博多花丸大吉がですね福岡芸人たちとおもてなしをしてくれるということで、うん、ありがとうございますわざわざ、はい、では早速登場していただきましょう博多花丸大吉さんですどうぞよろしくお願いします。あら、大吉君は明太子のズボンでね。はい、もう福岡を意識してこれ、はい。ちょっとポップすぎるかなって。ポップすぎますね。花丸大吉なんですけども、はい、おもてなしがすごいんですか。すごいですか。すごい。受けたことないですか。で僕基本的にない。僕はあの花丸君のことなんですけど、岡崎さんって呼んでて。はい、岡崎さん。はい。まあ本名岡崎なんですけど。はい岡崎さんに人ゴルフ行くんですけど、はい、本当僕の中では芸人よりも普通にゴルフのおっさんとしかちょっと待ってくださいよおもてなしっていうイメージあんまないんですよ、ね、いや大吉とはもう結構もつ鍋のね、はい、もう逸話もついてんのよさ美味しいだけじゃないの、はい、ここはもともと7人のもつ鍋職人がいて、まあ、ドラゴンボールみたいな、はい、もつといえばこいつスープはこいつみたいな7人がそのお店を辞めてそれぞれ散らばってもうてんねんドラゴンボールみたいにでそのうちの4人まで見つけましたって言ってそのうちの1軒が今日はここですみたいなんで、はい、っていうでまだ本当です本当ですその時のお店はもつ使いと呼ばれてるから